アルコードバーガー。旅は自分が行き飽きたところから他人が飽きたところへ行くことです。でも僕は旅行は自分の日常を他の人の日常に体験することと思います。世の中には多分悪いことがいっぱいあるんですけど、素敵なものたくさんあるんだと思います。美しい角は。中で続けないんですが、生き続け、失敗したら苦しみを抱いて前に向かおう。けど、それでいい。それがいい。恥をかき続け、そして強くなって。不安な永遠に比べて。我々はそういう輝く瞬間のため一生懸命頑張っているじゃないでしょうか。